TPP の年内妥結に向けてですね、おそらく一番の山場になるかと思います。そのための大きなステップになることを期待しています。会合は30日までの予定ですが、最初の2日間の閣僚会合で難航している問題について合意点を探ります。会合に先立ち、各国の主席交渉官が非公式に集まり、10月の大筋合意に向けた今後の日程などを議論しました。会合では、農産品などの関税の引き下げや知的財産の保護など、議論がまとまっていない10分野が議題として取り上げられます。